皆さんこんにちは、ひまりです。今回のテーマは大谷義次に魅せられた男たちをお届けします。関ヶ原合戦の前夜、大谷義次に魅せられた男たち、ことに湯浅五助の最後を語るには、どうしても大谷義次がどのような武将であったのかからお伝えしなければなりません。このコラムでは大雑把に、まずは関ヶ原に至るまでの半生を眺めましょう。義次は永禄8年1565年に、現在で言えば滋賀県、その当時なら近江の国で生まれました。また一説には永禄2年生まれとも言われており、その家系や父親の名はいくつか説もありますが、未だ不詳です。母親は豊臣秀吉の正妻でありますねねの側近となって、東殿と呼ばれます。やがて秀吉が薨去した後にも、その菩提を弔うために高大院という発体となったねねにも付き添い、終生に取り次ぎ役を務めた方でもある。こちらは確かなことです。義次が幼い頃に父は亡くなり、しばらくは母子家庭で育ちましたが、元服も近い頃、いよいよ頭角を現し出した秀吉に見出されて使い始めました。そして石田三成と共に秀吉に臣従しきり、その霊利な頭脳と武勇は若い頃から信長の耳にも届いていたほどですよ。やがて天正10年1582年6月2日に勃発した本能寺の変以降には、その頭脳と武勇がますます冴え渡り、天下に響くほどまでになっていくのです。義次には100万軍勢を任せて天下の大戦させてみたいものじゃ、というのが秀吉が本気の口癖でもあったほどですから、それこそ大したものです。天正17年1589年には越前の国敦賀に2万石を与えられ、敦賀城主となりました。たった2万石などと思ってはいけませんよ。これがゆくゆくは湯浅五助との切っても切れないご縁ともなってゆくのですから。まずこの当時の敦賀は、近隣地方ばかりか京にも響いているほどの良港でもありまして、その水揚げ高は7万から10万石相当とも言われていたのです。とはいえ、義次が敦賀城主となった時の敦賀はおよそ3年も続く大変な飢饉でした。というのも、天正13年11月27日夜中に中部地方で勃発した大地震によって、敦賀近海から大地に至るまでが壊滅状態となったのです。もちろん被害は敦賀だけでなく、近畿から東海、北陸、また四国の徳島にまで地割れが発生したほどでした。実際今の科学調査でも日本史上に前例がないほどの大地震という結果でして、その当時の年号から天正の大地震と言われています。その当時の記録によれば、大小の余震は同年12月中旬まで続いたこともわかります。これほどの大地震に見舞われたなら、おそらく現在でも復旧は困難を極めるでしょう。その当時ならなおさらのことだったでしょうし、しかも義次がお国入りする前年からは天候不順による大凶作も重なっていたのです。お国入りした義次はまず領民の救済に取り掛かりました。これまでに築いてきた今井宗久をはじめ、東日本に屈指の豪商らとの人脈によって、莫大な救援物資を集めるとともに、秀吉に敦賀城の天守閣修繕を願い出て許され、つまり領民のための公共事業としたものでした。こうしてこの当時の敦賀の人々は救われてゆき、一対長の丸様にはわしら末代まで懸命せにゃあ罰が当たるぞと子供らに言い聞かせるようになったのでした。一説によれば、こうした人々のうちに湯浅五助もいたのです。ともあれ、秀吉が晩年に決行した文禄慶長の役、すなわち朝鮮出兵の時、その将兵と軍馬や武器、そして兵糧の海上輸送は義次と三成に任された一大事でした。これは第二次世界大戦時に各国が産出運用したどの輸送法よりも優れていたことが実証されたほどの偉業だそうですが、義次と三成は2ヶ月余りでやってのけてます。輸送距離が近いとはいえ、こちらも大した実績ですよね。しかし
一方では不幸なことに、その当時には不治の病とされた重度の皮膚病を患ってしまいます。この病を現在ではハンセン病だったのではないかと言われておりまして、その当時ならライとも呼ばれていたのですが、できる限り正確な史実をお伝えしたいと心がけている私としては、あくまで重度の皮膚病とさせていただきます。ついでながら、このエピソードにまつわる豊臣家臣らが義継への応対ぶりがさもまことしやかに面白おかしく喧伝されておりますが、それら一切に確証はなく、世が江戸時代に移って後の創作だと思われた方がいい、私はそのように考えております。ところが、人眼万事最大が馬とも申しますように、進行性かつ不治の病に罹患してついに馬に乗ることができなくなったからこそ、義継は馬に変えて青竹を編んだ竹腰という戸板の半分ほどの乗り物を工夫しました。その周囲を肩の高さを揃えた屈強な増票や足軽たちがざっと100人ほどで囲み、4人ずつ交代で四隅を担いで移動するのです。この当時の男たちはほとんどが幼少の頃から第一次産業に従事しながら育ったものですから、その体の頑強さ、足腰の強さは今現在で例えるなら、日々にトレーニングを積んだアスリートに勝るとも劣らない人たちです。そんな人々がさらにえりすぐられて義継が鎮座する竹越しを担ぐ訓練を重ねて周囲を固めていたわけで、一説によればこの集団を神輿組と呼んでいます。しかも全員が敦賀で生まれ育った人たちですから、先にも語ったように義継に懸命に仕切るのが当たり前という覚悟であり、その神輿組をまとめていたのが湯浅五助だったのです。関ヶ原の合戦。やがて秀吉は慶長3年1598年8月18日に崩御いたします。ざっとそのわずか2年後に関ヶ原の合戦に至るのですが、その年月のうちに義継の病状を言えばほとんど視力を失うほどになっていたようです。しかしその頭脳の聡明さと持ち前の精神力には衰えもなく、むしろ磨きがかかっていて、さらに言えばいざことに及んでは花から自分の生命など捨てていたのでした。これを武家の標法の中では紙幣と呼びます。義継は一軍の大将ですので、すなわち師匠となっているのでした。戦場においては紙幣ほど恐ろしいものはないと兵法に説かれています。いわゆる死に物狂いを戦闘前から覚悟している、それが師匠紙幣だと説明しているわけで、その当人たちからすればもう死んでいるのだから今更死ぬことなんか怖くもないぞ、どっからでもかかってこいやというわけです。義継が病を得てからこうした覚悟で潔く腹をくくっていることを察知していたのが実は家康だったのでした。だからこそ秀吉が生前の頃からなんとか義継と義見を通じていざという時には味方につけたいと陰ながら働きかけていたのです。そして秀吉が息を引き取ってからはより一層熱心に義継との親交を深めるべく、あれこれと手を変え品を変え義継の気を引いていたのでした。しかも家康は最愛の夫を亡くして深い悲しみに暮れるねねこそを気遣い慰めながら、さも豊臣家の安泰を願っているかのように振る舞っていました。ねねはかつて秀吉が行き倒れ同然で織田家に転がり込んできた時から波乱万丈の戦国時代を生き抜いた極めて聡明な女性です。秀吉の子外衆となり、ねねが手塩にかけた台所飯で育った武将たちの中で三成だけが浮いてしまい、目の敵にまでなっていることも熟知していました。そもそもねねの気性からしても全て理詰めで通そうとしてきた三成を要するに生理的に嫌っていたのです。したがって秀吉が亡くなったならもう豊臣家の安泰など望みがたいことも心得ていたし、せっかく天下太平ともなった世の中をまた過去に戻すようなことだけはしてはならないとも熟慮し尽くしていたのです。実際豊臣家中で七将と呼ばれた武闘派の加藤清正や福島正則らにはこれからは家康殿に仕えなされと説得していました。さらに今現在の言葉で言えばインテリ武将のうちで
特に傑出している義継も同じように説得していたことも合わせて、これは事実なのです。しかし、あくまで秀吉への恩子にこだわり、豊臣家の存続こそが絶対であると主張しきりの三成には、秀吉が死んでからのさばり始めた家康は許しがたい存在でした。こうして両者のせめぎ合いのうち、ついに慶長5年という年が明けます。この年が自分にとっての正念場になる、いや、そのようにするということは、おそらく秀吉が世を去って間もなくのうちから心に決めていた家康でした。そしてさすがは家康でもありましたね。八重洲の上杉景勝に謀反の疑いありと主張して、その討伐軍への参加を募ったのです。この呼びかけには義継も応じて、自軍3000余りを率いて敦賀を出陣しています。そうして家康と合流するための途上にて、沢山の三成も誘っていこうと思い立ち、沢山城へと向かいました。ところが三成はその誘いに応じるどころか、自分に味方してくれるよう義継に懇願したのです。それを聞いた義継は、もう家康には絶対勝てぬと、秀吉が死んでから今日までの豊臣家中の現状を説明しつつ、3度にわたって断りました。それでも三成はひたすら子秀吉への忠義を泣き叫び、頼む、頼み入ると懇願を通り越して哀願するばかりでした。先にも少し語った通り、三成と義継は若年の頃から心探照らし合わせた相棒同士であり、ここまで一途な子秀吉への恩子の情を貫き通す三成には、もうこれ以上に拒絶することをやめてしまった義継は、共に家康と戦う決心を固めたのでした。こうして時は移ろい、とうとう慶長5年9月初旬を迎えます。ちなみに、やがて明治時代になってからの話ですが、その当時の日本が近代軍備や戦術などを学ぶために招いたドイツ軍で名高き名将が、その講義を兼ねて関ヶ原を視察したとき、現地の地形と現存する関ヶ原婦人図を照らし合わせたところ、西軍の圧勝であると断言したという逸話が残っています。しかし現実の関ヶ原はといえば、全く真逆の結末でしたね。いえ、少しだけ詳しく眺めてみたなら、およそ正午前までは圧勝だったのです。そしてこうした現実の要を果たしていたのが、実は義継でした。義継勢3000余りは同年9月3日に関ヶ原に入り、松尾山の麓にある山中村に身を落ち着けた義継でした。この当時に山中村は東方から関ヶ原を通過して大阪に向かう街道筋にありました。つまり家康が大阪に向かうためには、ここを突破しなければならないという重要地点だったわけです。もちろん義継はそれを知った上で、自らが当選簿する心づもりです。ここまで義継を担いできた神輿組を指揮しているのは湯浅五助で、義継のためならいつ死んでもいい覚悟などは生まれ育つうちに肝に刻んできた男でした。神輿組に選任された時には、あまりの嬉しさに身を震わせて号泣したとも伝わっている豪のものでした。そして義継にしても、この頃には名実ともの側近であります神輿組の中でも最も信頼していたのが、この湯浅五助だったのです。関ヶ原周辺では前哨戦とも言っていい小競り合いもありました。そしてついに関ヶ原での合戦は、当日の午前8時を少し過ぎた頃から始まりました。三成が事実上の総大将を務める西軍はおよそ8万、そして家康が率いる東軍はおよそ7万5千と伝わっていますが、この人数に関しては諸説あり、正確なところは分かっていません。また両軍の戦闘状況などについても確定的なことはごくわずかです。そのごくわずかなうちに、後に家康本人が事実と認めた一つが、すなわち義継の奮闘ぶりでした。いよいよ義継の軍配が大きく振られて、その出陣命令に従った五助が神輿組を指揮して敵勢に向かっていきます。これを叩き潰そうとして攻め寄せたのは京極高友、寺沢広高と、そして東道高虎の軍勢合わせて8000余りでしたが、これを3000余りの義継勢が蹴散らしてしまったのです。
蹴散らされたとはいえ、この3名、いえ、今は敵となった東軍諸将ほとんどは、往年来に義継を尊敬しきりの者どもだったことも、これまた事実です。しかし、もはや敵味方となってしまった限りは、互いに尊敬し合っているからこそ、全力で立ち向かうというのが、当世武士同士の礼儀でもありました。中でも、東道高虎は、義継よりも年上ながら、ことさら義継を尊崇敬愛しきりの一人だったのです。さすがは大谷殿よ。お見事なお方じゃわい。と、むしろ感心していたと、後々語っていますので、お楽しみに。さて、東道らを蹴散らした義継勢を、自らの本陣である桃配山から見下ろしていた家康は、もう気が気ではありませんでした。その様子は、本陣にいる近所、すなわち家康のすぐそばで仕える者たちが、しっかりと記憶していたことです。あれじゃ、あの竹越しを潰さねば勝てぬ。早く小早川に動けと伝えよう。家康が言う小早川とは、松尾山に陣取っている秀明のことでした。秀明は、かつて秀吉の養子となって育てられましたが、そのあまりの不甲斐なさを常々ねねが嘆いていたと伝わっている、この関ヶ原合戦当時なら、満18歳の若殿です。そんな秀明が松尾山の本陣から見下ろすふもとでは、義継が奮戦しきりで、そのあまりの恐怖に縮こまって動くに動けず、側近武将にせかされたなら、怖いと泣き叫んだほどだったのです。しかし、ここは戦場。側近武将らが引きずり出すようにして出陣させ、山腹で身構えていた将兵に突撃を命じました。この時の光景を遠望していた西軍の島津軍勢は、まるで山肌が崩れたように見えた、と言い伝えています。ところが、この突然の土石流みたいな小早川勢を、なんと義継は二度にわたって圧死返したのでした。家康がマジで腰を抜かしたのは、この時です。あはあ、ついに勝てぬかやという、今にも泣きそうな家康の弱音、こちらも近所たちの耳に残っていました。ところが、ここで大異変が勃発します。義継軍の家勢として参陣していた、脇坂康晴、はじめ、朽木元綱、小川博忠、赤座直康の4名が西軍を裏切って寝返り、背後から義継軍に襲いかかったのでした。この不意打ちには、さすがの義継も応戦できないまま、総崩れとなりました。もはや手仕舞いじゃ。五助、五助、わしの首、断じて敵に渡すな。そう言って自信し、泣く泣く解釈した五助は、その首を抱えて一目散に戦場離脱し、山中村を走り抜けて、さらに遠くへと逃げて、とある田んぼの土深くに埋めました。この五助の賢さは、そこから戦場へ向かって、元来た道とは違った山道を戻り始めたことでした。義継の首を埋めたところで自信してしまえば、すぐに敵に掘り返されると考えたからです。そうして息が上がり、ここらで自信しよう、とした五助を見つけたのは、高虎の甥である高典でした。お前が義継殿の首を抱いて逃げたのを追ってきたのだ。さあ、首を渡せ。そう凄まれた瞬間に、五助は自らの短剣で喉をつき、血を吐きながら首筋をもかっきったのです。これには高典、さすがは高虎の甥だと褒めてやらねばなりません。ぐずぐず言わず、眼下で苦しむ五助の首を落として、それを持ち帰ったのでした。この五助の首を見た家康は、すぐ五助だと分かって、高典に義継の首を探すよう命じます。が、高典は、こやつ、口をつぐんだまま死んだゆえ、それがしには見当もつきませぬ。この一点張りで通しました。すでに戦勝を手にした家康ですから、これ以上はこだわらずに、むしろ五助と高典の男気を褒めたたえてやりました。こうした一連のエピソードを聞き知った高虎は、さすがわしの甥じゃ、と感涙の涙に暮れつつ、後には義継の本陣跡に墓を建立して、義継はじめ、五助と神輿組らの母体を手厚く弔ったのでした。実際に私も墓参しましたし、よろしければ皆さんもお墓参りしてあげてくださいね。今回動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございました。